コルテガーダは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体で、コマルカドリベーロに属する。ガリシア統計局によると、2009年の人口は1344人で、ある。住民故障は、コーテジアを、G。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は98.40%。コルテガーダは、オーレンセ県の西部に位置し、コマルカドリベーロに属する。 北は、リバダビアと、アールノイアと、東は、ゴメセンデと、南は、ポンテデーバと、南から、西は、ポンテベドラ県のクレセンテの各自治体と隣接。自治体中心地区は、コルテガーダ教区のコルテガーダ地区。自治体市長は、ガリシア社会党のアベリーノで、フランシスコ・マルティネス。自治体評議員は、ガリシア社会党。5、ガリシア国民党。3、 ガリシア民族主義ブロック、1となっている。コルテガーダは7の教区に分けられる。太字は、自治体中心地区のある教区。ネーラ、カルロス、エイブルーシャンのウソトゥーゴリーゴポールカンチェローズ、プロザ・プブリカ、http、プロザ・ガル、リクターソ、1263、エボルシオンのウソトゥーゴリーゴポールカンチェローズ、ab、 ディースヤナージングラフコエレストロドで、ガリツヤボリューム8、P263 から264、ジゲルプブラケーションス200、2009、ISBN978 から8461358182、パブロスヨネスデイチョデスで1900アスタ1991、シフレスオフィシアルズでロースセンソスリスペクティボース、シフレスオフィシアルズでパブレーシアンリザルトンツゲラ、 レビチオンデルパドロンミューニセプル A1 でエネロ。ありがとうございます。